はい、どうも、ピクツイオスです。今回はですね、トメカリミテッドヴィンテージネオ LVN322-A 日産スカイライン GTR パトロールカー埼玉県警察仕様を紹介していきたいと思います。こちらのモデルは2024年9月発売で価格は税込み3850円となっておりますね。とりあえず箱このようになっていますね。開けていきましょう。で、こちらが全面赤色灯やアンテナ、それからバグガードなどの小物パーツですね。こちらの TLV は埼玉県警察高速道路交通警察隊に実際に4台ほど配備されていた日産4代目スカイライン GTR、R33 型のスカイライン GTR のパトカーをモデルにしておりまして、こちら白黒パトロール化仕様となっておりまして、対空表記は854となっておりますね。当時のこの854という車両は、ナンバープレートが春日部883-4005となっておりまして、R34GTR のコールサインと変更されていなければ、三郷分地の車両だったんですかね。赤色灯はパトライトのエアロソニック、丸型バーランプのもので、ハロゲン式全面赤色灯はね、先ほど言った通り別パーツで再現されていますね。今回別パーツは付けるのがね、めんどくさいのでつけませんけどもね、見ていきたいと思います。まずフロントですね。このようにね、ヘッドライトはクリアパーツで再現されておりまして、フロントグリル中央部に GTR のエンブレムを装備しておりますね。で、ボンネットには曲実証のエンブレムがありますね。ウインカーはこのような単ポイントでの再現となってまして、ナンバープレートは白色のものですね。これナンバープレートも入れてくれてもいいと思うんですけどね。対空表記が入ってるんですから。フロントグリル部には本来ね、フロントグリルとかこのナンバー脇のとこですね。ここにはね、本来小型のね、4連フォグランプを装備していますが、残念ながら TLV では省略されていますね。ちょっとわかりにくいですけど、フロントガラス部にはね、ワイパーが単ポイ撮影で再現されておりますね。で、サイドこのようになってますね。一応、サスペンションが稼働しますね。左右ドア部には埼玉県警察の表記が入っておりますね。こういった表記は単ポイ撮影の再現となっておりまして、ウインカーやスカイラインの GT エンブレムも同様ですね。で、ホイールは R33 のね、このホイールですね。かっこいいですね。車内こんな感じですね。おそらく他の33とね、共通のものだと思いますけどね。リアはこのようになってますね。テイランプはクリアパーツで再現されておりまして、ハイマウントランプやポリスの表記、それから GTR のエンブレムなどは単ポイ撮影の再現となっておりますね。で、ナンバープレートは白いもので、マフラーはシルバーで彩色されておりますね。で、このバンパーに入ってる青いやつはね、なんでしょうね。ディーラーステッカーですかね。これもね、単ポイ撮影の再現ですね。で、スポイラーの部分には埼玉県警察表記が単ポイ撮影で入っておりますね。助手席側ですね。こちらもね、エンブレム類、埼玉県警の表記などが単ポイ撮影で入っておりますね。で、こういった B ピラーも彩色されておりまして、ミラーはこんな感じですね。で、ルーフ部には854、対空表記が単ポイ撮影で入っておりまして、先ほど言った通りパトライトのエアロソニック。これがね、クリアパーツで再現されておりまして、ドライバーユニット部はちゃんとシルバー色で彩色されております。で、シャーシですね。このようになっております。実際に埼玉県警察では白黒パトカーの他に交通取締り用の覆面パトカーでホワイトとシルバーの2台が存在しまして、さらにですね、神奈川県警察では4オーダーのオーテック GTR、こちらをですね、ベースに白黒パトカーで採用されていた。残念ながらね、埼玉県警察でいずれの車両もすべてね、引退してしまって、その後の車両は R34GTR などのパトカーに更新、引き継ぎされていきましたね。で、先ほど言ったね、神奈川県警察の車両は、現在も第二交通機動隊で使用されておりまして、イベントなどで活躍してますね。はい、というわけで今回はね、この埼玉県警の GTR 紹介させていただきました。後ろにいいのがね、そのオーテック GTR の覆面パトカーと34スカイラインのパトカーですね。同じく埼玉県警の仕様ですね。トミカでは通常品では覆面パトカー、捜査用のやつがね、販売されてたりはしましたけどね。33のパトカーって言うとトミカリミテッドの高速隊のやつとか、あと GTR50 周のやつにあったのかな。こんな感じで R32 のパトカー、国費配備仕様のね、32GTR。これもぜひね、出してほしいものですよね。まあ、それこそ33の覆面仕様、2ドアの方の覆面仕様なんかもいいですよね。ぜひ出してほしいところですね。
まあ、そんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回見てください。それでは。